石黒は、単子用植物らがの植物。日本の中部以南に分布する。岩の上や大木に着生する着生植物である。本種の茎に見える部分は、学術的には、ニセリン系と呼ばれるものであり、矢という属称もあるが、一般的には、バルブと呼ばれている。本種のバルブは細長く、硬く、はじめは緑色を帯び、通常は後に、黒子色になる。 多数の節があり、節ごとに出る葉の基部の鞘に包まれる。一年目のバルブには節ごとに葉がある。葉は細い楕円型で厚くやや硬く、艶がある。葉は年の終わりには幼少との間で脱落する。新しい芽は古いバルブの基部から横に芽を出す。大きさが十分であれば、葉のなくなったバルブは次の年に花を咲かせる。花はバルブの先端に近い数節から出る。 各節からは短い花形が出て、そこから数個の花を咲かせる。花は赤紫がかった白の花びらで方向がある。新弁以外の五弁はいずれも同じくらいの大きさの卵状大円形。先端はやや尖る。新弁は、外見は他の花びらと似たような形で、ただし随中との間の奥の方にくぼみが入り込み、短い凶を作る。側弁の基部が、 下側の外でこれにつながっている。花が咲いた後もバルブは数年間生き残り、場合によっては多数のバルブを持つ大きな株になる。本種の分布は日本では本州の岩手県以南から四国、九州以南であり、国外では中国南部である。石刻は漢字では石刻で、本来は中国産の金字種に当てられた名称であり、県 競争作用などがあり、漢方薬として用いられている。本種は薬用にされることから、危機神話の医療神である、少なび粉の命にちなみ、消費国すり根の米も持っている。石穀の故障は石穀が詰まったものであり、そのまま運読みにした石穀が使われる場合もあるが、石穀と呼ぶ方が非常に多い。本種は、忍ぶ玉や岩ひばの鉢植え、 庭木につけるなどの形で栽培されることが多い。東洋蘭としての名称は、調整蘭であり、江戸時代から古典園芸植物としても栽培された歴史がある。調整蘭は花を楽しむものではなく葉変わり姿や、模様の変化を楽しむものであって、野生で発見される墓わり品などを選別、命名する形で、現在も栽培されている品種も多い。しかし、 昭和の終わり頃より花変わりにも関心が集まるようになり始め、花物の品種が多く登録されていくようになった。花の美しさから園芸目的のための採集が多発し、自生個体数は激減し大株はほとんどなくなってきている。例えば、昭和50年代頃までは神社、仏閣の境内の樹木に大株が見られることもあったが、現在では そのようなものはすべて取り尽くされてしまっている。ただし、本種の繁殖力は強く、最終熱が冷めるにつれ次第に、個体数は回復傾向にある。増殖法は株分け、バルブの先の方から新しい芽が伸び根を生じさせた、ものを別の植木鉢などに植えて増やす、いわゆる高め取り、あるいは古いバルブを切り離して、水苔の中で液芽の発芽を流す、いわゆる矢伏などがあり、 株の増殖は容易である。なお、同族の熱帯産の種には、洋卵であるデンドロビウムとして栽培されるものが多く、含まれ、本種はデンドロビウムの園芸品種の内外製品種作出の後輩親の一つとなっている。木花の節穀は、四国、九州、琉球列島に分布する、絶滅器具アイビールイ。樹上から垂れ下がり、花は、 茎の先端付近から出た花茎が長く伸び、数個の花を垂れ下がるようにつける。花は、石箔に似ているが緑を帯びた金色である。系統にもよるが、株分け、コウメ取り、ヤブセが難しく種子以外での増殖は難しい。なお、石箔と交配が可能であり、交配種は伊勢と呼ばれている。沖縄には、沖縄石箔が自生する。絶滅器具 I B ビ 大型で扱いづらいため、本州以北の一般家庭での栽培には不向きだが、適切な栽培施設が用意できれば栽培、増殖は困難ではない。樹上に着生宿期は長く伸びて垂れる。卵黄サムによる減少が著しく、2002年に国内気象や青銅植物種に指定され無許可での採集、販売などが禁止された。 野生個体の新規採集は2020年現在も原則として許可されないが、その後2008年8月15日からは特定国内希少野生動植物種に指定変更。現在は都道府県知事等に届けを行い認可登録を受けた事業者が仲介し、なおかつ人工繁殖させた個体を取り扱う場合に、限り一般の栽培家を対象とした販売、引き取りなどが認められている。 ただし、石国に比べると、強権者にかけたい感性も劣る。なお、沖縄の八重山諸島には、琉球石国があるが、こちらは、石国族ではなく、おさらん族である。ありがとうございます。